今日はアミパイセンの果たし状も預かってきましたので、もう絶対ね、もう会場にいる皆さん全員乗っております。みんな牙出す爪磨くとか言ってすごいやる気満々なんで、たくさん連れて帰って虎ノ門道場に来てもらって、一緒にこれから武道館に行きたいなと思ってます。気合十分です。一生懸命頑張りたいと思います。乗っとるぞー、行くぞー。こんな感じのワイドの10人で頑張っていきたいと思います。ちょっと待った、乗ってるアイドルベイビーエイジ。まずは、これを呼んでください。あ、私ですか。私、じゃあ果たし状って書いてます。でも、ナンバーワンアイドル菊池亜美。ナンバーワンアイドルかっていうか分かんないですけど、亜美からですね。YGA 様こんばんは、みんなのアイドル菊池亜美です。今日は私の次に可愛い後輩ベイビーレイズが YGA さんのライブに乗り込みます。なるほど、勝負に勝ったら歌わせてあげてくださいね。まあ私の後輩なので余裕で勝つと思いますけど、3対0で勝つと思いますけど、覚悟してるよ芸能界ナンバーワンアイドル菊池亜美。私上ですよ。ということでですね、これから私たちベイビーレイズと対決をして、私たちが勝ったら、ここルミネ座吉本でベイビーレイズライブやらせてください。お願いします。うちからはなんとこの人、林真奈ちゃんでした。デパートの館内アナウンスのモノマネをやります。今回のテーマは迷子のお知らせです。今日迷子にウェルカムセンターにやってきたのは原さん。原さんは幼稚園の5歳、黄色い帽子をかぶって水色のケープを着た可愛らしい原ちゃん。さあ皆さん聞いていてください。よろしくお願いします。本日は横浜そごうにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいま迷子のお知らせがあります。原さん原さん、5歳の黄色い帽子をかぶった、そして水色のケープを着た可愛らしいお子さんです。ただいま6階ウェルカムセンター、こちらから放送しております。原ちゃんは10階の駐車場でお母様とおはぐれに並べたそうです。6階ウェルカムセンターに心当たりのあるお母様はどうぞお越しくださいませ。おー、すごい。バカよ、お前らそんなところで下手これてんじゃないよ。今のは、ベビーレイズさん。
ですね。しょうがない、ライブさせてあげましょう。皆さん、いいですよね。お願いします。なんかすごい YG さんのファンの方すっごい優しくて、なんかいきなりなんかメガホンでな、うん、メガホンで叫んで、なんか普通誰やねんみたいなのにすごい温かく迎えてくださって、すごい楽しかったです。まあちょっと乗り込み成功したんじゃないかなと正直言っちゃうとそう思いますね。ちょっと負けないぞってみんなで心一つに決めていたので、ちょっとは乗り込んだぞっていう爪痕を残せたのかなって思うんですけど、やっぱもうちょっと体力をつけなきゃねってちょっと反省点は結構また出たので、今後また乗り込ませていただけるようにベビーレイズちょっと爪磨きを頑張りたいと思います。もっともっと真夏が言うように体力をたくさんつけて、もっともっとレベルアップした姿を皆さんに見せたいと思います。今日も結構秋ではないんですけど収穫が多かったと思います。うん、はい。秋はあれ実りの季節でしょ。いっぱい お米とか収穫できるでしょ。あのリカが受けるやつはみんなには受けないやつなんで。はい、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 それで、はい、収穫が多かったと思います。谷よりも深く海よりも広い爪痕が残せたかなと思います。はい。大丈夫。